クジラの保護や資源管理などを話し合う IWC ・国際捕鯨委員会の総会がスロベニアで始まりました調査捕鯨への継続を表明する予定の日本とそれを阻止したい反捕鯨国日本の政府関係者は会議は激しいものになると話しています日本は現在禁止されている商業目的の捕鯨再開を求めて調査捕鯨を行っていますが今年3月国際司法裁判所は 南極海における調査捕鯨を中止するよう求める判決を下しました今回は判決後初の総会となります日本側は判決内容に沿って規模を縮小するなど新たな捕鯨計画を策定し調査捕鯨を継続する方針を17日に表明する予定ですこれに対し欧米をはじめオーストラリアやニュージーランドなど 反捕鯨国を中心に猛反発が予想され日本の調査捕鯨を先延ばしする決議案も提出される見込みです。